すいません、相席いいですか？あ、どうぞ。左癖。はい。何書いてんの？大学のレポートで幕末期をやってるんですよ。幕末って龍馬とか新選組の時代やね。はい。おい、幕末期の物語を書いてみたかって思うとるんですよ。九州の人。はい。おいとこは佐賀です。あ、佐賀なんや。はい。地味ですよね。だよね。ばってん、幕末期で一番西洋文化が精通していて発展していた国なんですよ。黒船って知ってます？あ、黒船。はい。ペリー来航で。そう。みんなそれ知ってるんですけど。お兄ちゃんなんか頼んだ？ここな、めっちゃお好み焼き美味しいね。おすすめはこれトマトチーズめっちゃ美味しいね。そう、しかもこれハート型になっとるとめっちゃ可愛いやろ。はい、これも美味しいねんけどな。まあまあでもこれかな。タルタルもええねんけどな。うまそう。大学生好きそうやもんな、タルタルな。すいません。お待たせしました。豚玉です。めっちゃ美味しそうですか。あ、これ分けますね。てか、おい佐賀で一番おすすめしたいとこがあるとよ。どこ？有明海。有明海。海やな。ああ、そうや。その日がかっぱい広か。もうむつごろっていうのもあるんです。何かぶしてるの？ニヤニヤしてるの？ちょっと恥ずかしいやん。いいよいいよ。言って言って。最近気になる子がいる。今回。年下なの？意外。今まで年上やったよ。頼りになる年上がついていきたいなって思ってたんやけど、逆に頼ってほしいなみたいな。くすぐられる。可愛い。子犬みたいな。可愛いな。なんか決まってあげたり、そうそう、なんかやってあげたりみたいな。写真ないの？あ、見た。え、みーさん、あんてんや、なんなんもったいこってるの。いいな、羨ましいね。いいなとかなんなん自分はちょっとやって。一番幸せが。いいわ。ごちそうさまですか。食べる。いや、ここのお好み最高やね。もっと食べ。熱いな。姉ちゃんもっと食べや。いただきます。大丈夫です。ごめんなさい。あ、そう、この前ありがとう。この間来てくれて。あ、そうなの。一緒にしてもってなって話したら、そう、秋もいいのあるからビデオでやっててくれて、そうそう、一人で行って例のパイナップルさん。パイナップルなんですよ。パイナップルって何？いや、隣に住んでる。そんな話全然いいから。いや、どうぞ。もう知らないんで。はい。なんか面白そうな話してんな思って。言うで。言って。あとね、私ね、アジアンショップやってるんですよ。まあそのバイトなんですけど、でこういうの売ってたりするんですよ。いや、めっちゃ可愛いね。素敵。で、そこ。ので大きなパイナップルの入れ物があるんですよ、うん、それをめっちゃ嬉しそうにで欲しそうにね、パイナップル本当にそれを見てから欲しいって言い出して、でも私いらないと思うんですよ。いやいるよ。あれはいるいる。葉っぱのところポコッと。可愛いよ。いいじゃない。大きさ知ってます？え？是一直受到很凶。